新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、皆さんには外出の自粛などにご協力をいただいている中、子どもたちにとっては学校が臨時休業のため家庭内にいる時間が長くなっています。そこで今回は室内で楽しく過ごすためのヒントを探りにやってきました。こちらは姫路市にある県立子どもの館。遊びを通して子どもたちの豊かな感性や想像力を育むことを目的とした施設です。子どもたちがお家で楽しく過ごすための何かアイデアを教えていただけますか？はい、県立子どもの館では普段紙工作や木工作、それから人形劇、パネルシアターなどいろいろなもので子どもたちに楽しんでもらっています。はい、今回は身の回りにあるものでできる工作やおすすめの絵本について紹介していきます。はい、というわけでまずは簡単で楽しい工作を2つ教えていただくことに。さあ、まずは何を教えていただけるんでしょうか？面白けん玉を作りたいと思います。面白けん玉ですか？はい。どんなものでしょう？新聞紙を丸めて玉を作ります。そしてこうやって入れる工作です。見たことないけん玉ですけど。用意するものは卵パック、割り箸、毛糸、新聞紙などご覧の通りです。まず新聞紙の真ん中に毛糸の端をセロハンテープで貼り、紙を丸めてテープで固めます。今度は棒を作ります。割り箸を2本重ねてください。この時1本の棒にしてください。そして先ほど玉を作った毛糸を棒の先に結び、テープでしっかり固定します。卵パックを出してください、うん、はい、はい、ボコッとしている方が上です。うんうん、で真ん中にお箸を置きます。セロハンテープで留めます。はい、これで出来上がりなんです。うわ、できちゃった。はい、早い、はい、卵パックのくぼみに点数を書いて玉が入った場所の得点を競うなど、遊び方は自分次第。さて清水さんはどんなアレンジを？できましたよ。何かわかりますか？これ、あのね、大、今日、末とくれば、そうです、運勢です。今日の運勢を占えるけん玉にしました。やってみますね。せーの。今日はい、次は変身変わり絵を作ります。では忍法隠れ身の術、それ。はい、こんな感じで作ります。変身変わり絵は画用紙とハサミ、それに好きな画材を用意するだけで作れちゃいますよ。まず画用紙を4つ折りにして、折り目がアルファベットの M の字になるようにします。それを2つ折りの形に戻し、折り目側の3箇所に切り込みを入れます。別の画用紙で4分の1の大きさのものを2枚作ります。それを先ほど切り込みを入れた画用紙に互い違いになるよう差し込みます。これ先ほど M 型に折ったところを同じように折って、真ん中を開くと変身前の絵を描くことができます。で、ここの耳を引っ張ると開くので、ここに変身後の絵を描きます。さあ、私もできました。見てください、見てください。あれ、あれは何だろう。レモンかな、お月さんかな。じゃーん、僕でした。本当に身近なもので、
しかも親子でも楽しめるこうした工作っていいですね。そうですね。ただ今はこういった状況ですので、はい、子供の館に来て実際に工作をしていただくことは残念ながらできないんですけれども、子供の館のホームページに桜クラブレターといいまして、そちらの方に工作であるとか人形劇、そういった動画をアップしておりますので、はい、ぜひ一度ご覧ください。はい、さて次にお家での読書についてお聞きしました。お家での時間もたっぷりあるので、改めて読書っていうのもいいですよね。そうですね、うん、今はお出かけを我慢してお家の中で過ごしていただくのが一番なんですが、どうしてもお出かけしたいと思った時は本を読みましょう。中でも絵本は絵とお話がみんなをいろんな世界に連れて行ってくれます。頭で想像する力は生きる力になると言われております、はい、この難しい時期にいろんなことを想像して生きる力にしていただきたいと思います。さあ、いろいろ置いてくださってますけど、例えばこれはどういう本ですか？これは音の出る本です。ビバルディの四季ってありますね、はい、ここを押し優雅な本格的なクラシックですよ。音楽聴きながら絵と一緒に読むとなんかまた変わってきますね。そうですね。この分厚い本めちゃくちゃ気になるんですけど、これは飛び出す絵本です、うん、恐竜時代って書いてある。いやー、飛び出しちゃった。これすごい。だって口の中すっごいリアルですよ。こんな風になんか本って言ってもいろいろありますね。そうですね。こちらでなんか特別なサービスがあるらしいですね。そうなんです。子ども桜絵本便といいまして、家からですね、申し込んでいただければ子どもの館にある5万冊の蔵書の中から6冊を一組にして郵送で宅配させていただくと、まあ、詳細はホームページの方一度ご覧いただければと思います、ね、最後に子どもたちどんな風にこれを乗り越えていってほしいですか？そうですね、本当にこういった状況で友達に会えなくて家で寂しい思いをしている子どもたちやお疲れの出ているご家庭もあると思うんですけれども、今日ご紹介させていただいた内容ですとか、それから当館のホームページを見てですね、少しでも温かな気持ちになってもらえればなと思ってます。いつか必ず日常が戻ってくるので、ステイポジティブで我々応援していきますので、ぜひこれからも一緒に頑張っていきたいなと思っております。